ちはいいな、おい。ちょっと、できるな、これ。ターンした後、まずパスコントロールとターンしてもらってリターンの返しのコントロールで、ここ気をつけてほしいんだけど、ここはまあ合わせるスピードでいいんだけど、ここトップスピード、はい、でスピード落とさないようにここにコーチ一人立ってるから、あのスキルでもなくフェイント入れて合わせて最後一緒、はい、分かった、はい、よし、スタート。まだちょっとレシーブが雑、もっときたんですね。で次ポイントは王子にパス出して、南ミスチュがやりがちなんですけど、もらってパックをただこう引いてくるだけだと練習にならないわけ。動かせる、うん、と同時に足も動かす、止まっちゃうか、どっちか止まっちゃう、足動かしたら手止まっちゃうし、あのパック動かしたら足止まっちゃうし、足動かしたら手止まっちゃう。この両方コントロールできる。で、強いパス。ここ、強いパス。なんで強いパス？もう強いパスじゃないと自分の方が速くなっちゃう。オフサイドになっちゃう。いるが。コーチミスするぐらいのパスくれよ、俺。わかった。よし、行こう。今まではさ、ランニングシュートとかって正面からシュート打ってたけど、正面からシュート打つなんてことは試合中そうそうないんだ。アップみたいなもんね、今。で、こっからがシュートは本番っていうか、コーチにパス出して、はい、チキチキして出すから、
して上がってきてシュート。これはこの近いところ、キーパーと近いところ、ただキーパーにぶつけるんじゃちょっとフォワードとしては消えない。それはあとはもう自分でやってるスキルいろいろ使って試していいから、もう入る入らないも別にして、通用するかしないかいろいろ試して、はい、もう一回言うよ、もうちょいでパスはしっかりトップスピードゆっくりじゃない、でここしっかりレシーブして、そして上がってきてシュート。スタート入ってきてコーチからパスを打って一発目し、次コーチからコーチのパス、スクリーン、これしっかりキーワーを前に取って、ちょっと浮かしてしまったやつ落としてもいいし、でリバウンドってあるリバウンドもで3回目ゴール裏のバックシュートって上がってきたし、どれもスピードはつけてやった、まあ、さっきのドライブもそうだけど最後調整して、ね、スキル走ってしまうとスピードある中でやらないと何もいいですね。よし、行こうぜ。シュートをキーパーが見えなくする。じゃあこれどうだ？これだったらどうだ？見えてる？じゃあさっき言った最初の目的って達成されてない。自分の点数入れるための練習になっちゃう。ってことはやっぱりしっかり入ってやるっていうのもある。まずしっかり自分のお尻くるって見せてやる。で、それでなんだけど、あのちょっと外したシュート、ちょっとだけ外したシュート。シュートに対してこういうやついるの。いや、もう一回。これから外しに行ってるようなもんだよ。外してるもんだよ。逆に こいつの役割というのは外れてるシュートを枠の中に入れてこなきゃいけない。外れてると思ったらこういう角度、そうだよね、こっち外れてるこういう角度、真ん中、こういう角度だよ、ちょっとの角度だよ、それは使い分けないけど、中にはさっき言ったようにシュート外れてんのにさ、あシュート真ん中に来てんのにさ、こういうシュート逆に外してるやつがいるんだよ。これ持ってんの方がだから極端な話、話戻すとさっき言ったようにキーパーをからシュートを見えなくするっていう目的であれば真ん中に来たシュートなんか触る必要、いや触る必要だったら語弊あるかもしれない、触る必要ないかもしれない、真ん中に、真ん中にっていうことだ。だからまあここの役割はそういう役割だけど、やっぱりさ、みんなさ、高い球とか来たらさ、カットとかしたい、カットとかしたい、いいって、それはいい、やれって、もう、ただ、チームプレーでやるんだったら、そういうことで、要は、なんでかって言ったら、リバウンド叩くやつ周りにいるわけです。
自分が入れたいならやれ、何もやる。いいけどチームプレーにはなんない。チームプレーするんだら自分犠牲になって、当然リバウンドできたら自分も勝たないし、自分の味方に出るわけ、味方だから、その方が得点率取っちゃう、取っちゃう。自分入れれなかったかもしれないけどチームは勝つかもしれないっていうこと。だからここ大事、そんなに目立たないけど、まあ、陰で活躍するやつだっていうのを一生懸命やる、はい、っていうことで逆やるか。ちょっと対人、対人入ってくる、1対1、ここはちょっとメネイル書いてやろうぜ。で、ここ、このプレイヤーとこの D で1対1、意味分かってる、証拠分かんない時は分かりませんって言ってなんで分かんねえのよ。いや言っといてそれね、ごめんね。パス出してここ45度、コーチからも。だすぐ、またコーチにパス出して、で、ここ、こういう入り方してほしい。パックキャリアにお尻向けないで、で、2回目のパス出たときに、D 出動するから。D 出動。で、このプレイヤーと、この D と1対1。分かった？はい、証拠分かった？でも分かんなくて、もうチラ見して、ね、そこ雄大なヘルメットの後ろからチラ見分かった、分かった、よし、悲しくなるわ。よし、行こう。次は本当のコーナーの1対1、単純に。で、ルールがあって、ここの中で戦う。いや、分かった時の回答早いね、本当にオタク。正解。丸書いちゃった。いいよ。あとフォワードスタートここ D、 D ゴール前からで、コーチパス出してどっちかにアングルかけてスタートなんだけど、フォワードはこの斜線部分、ここで勝負して、こっちに逃げてきたりこっちに逃げてきたりはできないわけ、はいはい、ってことはどういうことかって言ったら、1個2個のフェイントでもシンプルにゴールもらってくれって話で、取られたら、取られて出されたらコーチもう1回ホイッスルならして入れるからコーナー、だ D はまたゴール前からスタート、フォワードはコーナーとテスト、
わかった。はい。ハードワークだよ。ガッチリ。喧嘩になるぐらい。止めちゃうからちゃんと。殺し合いになりそうだから止めちゃうから。そこまで。わかった。はい、よし。ほら、どっち使う？お前の好きなと思いました。やめた。こっち使う。あっち使う。あっち使う。こっち使う。いいな、こっちすごく綺麗だったと思う。もう、ずっとここを使ってた。正解かどうかわかんないけど、なるべく近いところ、体の近いところ。で、そのチェックした時に、やばいってなった時に、パッて。しつこい気には繋がる。だけどこれ、手を伸びてきたら、なかなか難しい。ある程度近くよ。バトルになったら、バトルに近づいて入れれるし、かけばもっと切る。ああ、やってても見てても気持ちいいわ、一生懸命。